はいよ、こんばんは、天橋としなおし。これ、今日は一日この格好でね、ございまして、昼間ちょっとまた、ね、じゃかじゃかで、やらさせていただいたっつうところでね、今日は日曜日で、皆さんどうでしょう。マイクここあるけどな、入ってないね。マイク今日ええかな、思ってね、お休みの方は充実を高められましたでしょうか、つうところでね、昨日の、リーちゃんは大丈夫かなっていうところからでもね、だいぶマシになったというか普通に戻ったというかね、今日も散歩無事に1時間行ってまいりまして、今ハウスしてます。レオはいつも通り相変わらずという形で、どこまで行ったかも話も忘れたで、この時間帯何時、6時の19か19分かね、いうところで、日曜日でもね、サービス業の方はね、今から行くでという方につきましては、ラストまで頑張ってね、お願いしますよ、ね、応援会になればな、いうところでね、頑張っていくからな、そして、今日初めて天橋チャンネルをご覧になってくださっている方につきましても、チャンネル登録よろしく、こっちはね、これ TikTok やけど、ね、TikTok もね、フォロー、ね、よかったらお願いいたしますね。もう1000人こっちは超えてるんだけれどもね、 YouTube の方がまだまだっつうところでね、まあじっくり行こうね。最後に行ったらええねんから、じっくり慌てながら慌てるんかいな、ね、まあそれだけでね、まあ長い目で見ていこうね、長い夜で行きましょう。他に忘れてるんで、あ、今日はね、昼間言っとったけども、千春さんでね、カラオケでね、3つやろうと、だから3日間やろうとふと思った。だけどもなぜかしらこのジャカジャカになってる、自己満の。これ訳あり、他に別のことあったけど完全に忘れたね。せや、思い出した。これ今思い出したのはそれじゃないんやけど、忘れたやつは忘れてるんですけど、今日ね、まずチャンネル登録、お一人さんはありがとうございますというところでね、そして、まあ名前はね、言ったらあかんかもわからんから言いませんけれどもね、今日1名いただいて、500の30になったのかな、30割ってね、どうしようもとったけど、まあなるべくね、気にせんように。600の広域、っていうところでね、コツコツと大きなことはできませんが、小さな効果ことからコツコツとね、コツコツと言ってね、その辺か、思いながらね、今日はだからその1名いただいたんで、ひょっとしたらまあべしゃりより、歌よりも自己満かなと勝手なこと思ったりなんかしてね、それでまあやろうと、それなんて。でも本来はこれはおまけ、どっちか言ったらまあなんちゅうやろうね、まあメインは歌ね、だからカラオケでもいいんだけれども、メインはべしゃりやったりしてない。まあもうほっといたから1時間でも2時間でもね、もうべしゃってるだけだいうとこであるんだけども、これはもうおまけのおまけ。もう一説ではほらギター練習しようとかヘチマとかね、いろんな意見もございますけれどもね、ギターちゃうからごめんやけど、これなくても歌えるからな、ごめんやけど、これはもうカラオケでやけど35年超えてるから正直なしね、30年楽勝に超えてますから、その代わりほら使ってるからな、そのあたり、飲み屋ですけど。だからこれは先生ついてないからね、勝手にやっとうだけだからね、そのあたり。あとはほら歌とベジャリでカバーしますからね、気をつけてください。まあ気をつけてくださいより、リラックスしてくださいね。また今日どこでとちるんかなとか、どこで
間違うんかなとか、それも一つの味やからね。よろしくお願いします。わらと間違ってるわけじゃなくて、うまいことなってましたろ。よろしくお願いします。行こう。なんか明日ね、ひょっとしたらチャールさん入っていくから、わからんけど、その日暮らしやから、その時々によって降りてくるから、しゃあない。ね。ちょっと待って。忘れた。沖縄の総合やったか。油の匂い目を覚めれば明日も夢みたい高層ビル追い上げあの時のレブになってそれになれない危うさだけが胸の奥で涙を見せて笑っちまうぜ足の震え隠し息が翼、おぎん、ありがとう。今日はここまで言うとこだよな。大きなでしょ、ね、だけどもほらせっかくやからね、何か味付けが欲しいかなとか醤油かけてとかあるやんね、そのあたり、まあ、醤油かけても何かけてもいいんだけど、ちょっとだけこのファイルの中にあればあるやつでね、明日からひょっとしたら千春さん入るかもわからんからね。お手手はねあれやで、今月頭から行ってないですよね。筋トレも入って悪くない、うん、こうしびれとかもちろん先っぽあるけど悪くはない、うん。西新宿の飲み屋の親父が昨日
死んだ俺の命もそろそろかなって、吸っちゃいけねえタバコかし、日本も今じゃクラゲになっちまったと笑ってた。割と寂しい葬式で春の光がやたら目を突き刺してた。考えてきて親父はいい時に死んだのかもしれねえ。地響きがガンガンと工事現場に響き渡り、やがて親父の店にも新しい井戸が立つという。銭にならねえ歌を歌ってた俺に、親父はいつもしわがれ声で俺を怒鳴ってた。さりついた包丁研ぎ、取れたての鯛をさばき、十世払いでいいからとっとと食えって言ってた。やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえ、66の親父の口癖は、やるなら今しかねえ。ありがとう。今日はこの辺でおいとまさせて、おいとましたくない言うてるわそんなほらね、どうね、まあまあね、始まりがあって終わりがあって、終わりがあって始まりがあって言ってね、まあまあその繰り返しやけれどもね、また明日もね、週間あって来週やけれども頑張っていきましょうね。今日は皆さんご苦労さんでございましたね、いい夢見てくださいね。今からちょっとお風呂の方に入らせていただいたりなんかしたりなんかしましてね、レオとおりーちゃん今日はね長物食堂いろいろやったよ。鶏とか大根だとかね、焼きと炊きと、まあ、炊きで煮物かね、煮つけとやったから、今日はレオリルクそして人間様も喜ぶんじゃないかなとね。土日のあわつよ食堂は、今日も言ったとツイッターとフェイスブック上げてますよ。見てね、バイバイ、よろしく、ロクロール、明日もよろしく、頑張っていこう、いい夢見てね、おやすみ。